TC 楽器ではオリジナル T シャツなどのグッズも取り揃えております。当店でしか買えないものもたくさんありますよ。めっちゃおしゃれです。エピホンの懐が深いんですよ。こんにちは、TC 楽器の島です。ベースアントの軽部です。ピアノの田中です。この3人です。フェンダーの動画をね、はい、2本やりましたけど、はい、今まで結構反響ありました、ね、たくさんの方にね、はい、見ていただいてね、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、この3人でのまあお話をまたやりたいなと思って、今回のテーマ、はい、エピフォン。おエピフォン、ギブソンじゃないんだ。ギブソンまだやんない、貯めてんの。ギブソンはまあいずれやるとは思うんですけど、うん、先にエピフォン、はい、スクワイヤーとかでもない。スクワイヤーもね、カリルさんやりたいっすよ。ちょっとやりたいね。まあでもやっぱエピフォンっていうのはかなり歴史が深くて、はい、うん、前に YouTube でも小川さんが今までのね歴史みたいなのをお話しいただいて、知れば知るほど結構波乱万丈なブランド で、ね、時期によってね工場が違ったり、うん、会社の母体が変わってとかでかなり品質物自体変わってるというので、実はエピフォンっていいんだよって話とか、なんかいい時期があったんだよとか、うん、なんかいろんな話が出ますけども、歴代のエピフォンで最強の時期はいつだ。最強強いとか一番いい時期の何ですかって言われたらどう答えます。主観だよね、完全にね。いい悪いっていうのも野暮なんですけど、うん、エピフォン、じゃあ現行のね比較的安価と思われてるものじゃなくて、実はいやかつては USA で作ってて、その後も日本のねジャパビンを支えた時代でも日本の工場で作ってて、っていろんな話があるじゃないですか、うん、まず大きく分けて、うん、ギブソンと同じ USA のパラマズ工場ですか、うん、それよりもっと前のエピフォンがアーストップギター作ってた時代はちょっと置いとくとして、そこまでね、じゃあ大きく分けると USA、うん、日本、日本でアジア、アジアですね、はいはい、エピフォンの歴史でいうと大きく分けるとこの3つですよ、うん、まあアジアはインドネシアとかコリアとか、うん、まあそれでもいろいろ厳密にありますけどね、うん、まあそんな感じで変遷辿っておりますが、いつの時代好きですかっていう、もう好きですかでいいと思うんですけど、うん、田中さんは本当に USA のやつ60年代、はい、あのちょっとチープなエレキギターあるじゃないですか、メロディーメーカーみたいなやつ、エピフォンのオリンピックとか、そう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 、はいはいはい、イルシャーとかあの辺のすごくいい、いいね、まあギブソンなんだけどギブソンと違うんじゃないかなと思うんです。独特のね、そうなんですよね、ギブソンと同じ工場って分かった後だとギブソンとの違いをいろいろ探し始めるんですけど、まずその手前で言うとギブソンと同じ工場で作ってるんで、あの時のエピフォンは今のエピフォンと違って、いや本当もうギブソン並みのクオリティで作ってる、うん、すごくいいものですって、まあ、まずこれはまず大前提ですよ ね、まあ大前提ね、うん、もうギブソンと変わんないんですよ、うん、同じ工場で作っててロゴが違うだけなんです、変な話、まあね、極端に言えばね、そう、うん、じゃあロゴの違いでどう分けてたかっていうと、モデルを返した、まあ、そっくりなモデルはいっぱいあるんですよ、うんうん、名前ついてるよねエピフォンの方がね、うん、モデルの型番と名前がついてるんですよね、うん、E のいくつなんとかみたいな感じで、うん、互換機があるんですよね、うんうん、アコギで言うとギブソン J45 はエピフォンのテキさんだったり、うん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 、でもあれ厳密にはスケールが違うとかいう違いがあったりして、結局当時のギブソンのサウンド、60年代のギブソンのサウンドとか品質のものを欲しいと思った時に、もちろんエピフォンも同じように候補に入れていいんですよね、うんうんうん、そんぐらいもう本当同じランクにいるものなんですよね。厳密にはモデルによって違いはあるので、エピフォンにしかない魅力のモデルもたくさんある、うん、やっぱオリンピックとか確かにいいよね。俺その細かいことは分かんないんだけど、はい、いろいろ触ってみるとエピフォンの方がね、その音とかどうかじゃなくて柔らかい気がする、楽器としてその音とかじゃないよ、なんだけどギブソンはしっかりしてるし、ちゃんとしてるの、硬いの作り方とか、なんかエピフォンの方がなんかねすごいエピフォンな感じがする。あーでも言ってることはすごい分かる、分かる、柔らかい感じするでしょ、各年代のエピフォン触ったから分かる感じもあるかもしれないですけど、そう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 、だからそれといった意味で60年代あの頃の USA のエピフォンはすごく独特でいいなと思う、うん、エピフォンの中で特にあの頃にしかないエピフォン、確かに、だからギブソンと同レベルで格を保ってるんですけど、その時のエピフォンってエピフォンの魅力がある、そうそう、なんか違う、ギブソンと同じとこで作ってるよねって分かってんだけど違う気がする。でその違うはだからギブソンの方が結局いいとかじゃないんですよね、そうそうそう、よしよしじゃない、そうそう、エピフォンのね良さを持ってるんですよね。あの時期のエピフォンは本当すさまじいですよね、うん、デザイン性も正直ギブソンより洒落てるもんだよね、あ、まあおしゃれだよねなんかね、うん、確かに確かに、インレイ凝ってるの多いし、うん、形とか、ね、だってそもそもヘッドの横がなんかこうスンってなってるじゃん、あれおしゃれじゃん、ギブソンにはないおしゃれ感がさ、あのコンターみたいな、ね、あーなるほどね、ベベルドになってるから、うん、層が出るじゃん、あれおしゃれ、かっこいいよね、カジノとかもそうですけど、ガードに
E って入ってるのかっこいいじゃないですか。貼ってあるの、しかも立体的なの、トライデントみたいなやつでしょ、うん、あと当時のあのテールピース、ギブソンよりかっこよくないですか、うん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 、エボニーだからそうそう、木でできてるやつね。デザインセンスがね、すごい、うん、ギブソンが武骨なのに対しておしゃれ、そうそう、ね、うん、工場は同じだしあれなんだけど違いを出してるよね絶対ね、うん、差別化っていうのですかね。ギブソンから言われて差別化をしたのかエピホンだからなのか分かんないけど、うん、だからカジノとか、まあ、ビートルズの絡みもあるんでしょうけど、うんうん、互換機になる ES330 とかよりももうイメージついてるじゃないですか、うん、まあまあそうだね、あの形で刷り込まれてるぐらいにはモデルによってはメイン張ってるっていうのが、ね、うん、特徴的だよね、うん、そうだね。カリブさんはいろいろまあそのモデルとかによってたくさんだけど好きな時期っていうのは、はいはい、俺好きなのは2000年前後のエピフォン、はいはい、あの韓国で作ってる頃かな、韓国かな、はいはいはい、ま、だその後インドネシアとかチャイナとか、そう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 、うん、変わるね、はいはい、なんで好きかっていうのもなんかあれなんだけど、はい、モデルがねいろんなのが出てたの、はいはい、例えばあのエピフォンなんだけどストラトみたいなモデルとかバナナヘッドみたいな、ある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 、そうそう、あるバナナヘッド、あとね昔持ってたんだけどワイルドキャットってあのちょっとちっちゃいセミアフォの、うん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 、ちょっとグレッチとかのマインド感じるやつ、そう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 、でベースも当時エクスプローラーベースとか、はい、サンダーバードとかたくさんあったんだけど、はい、リボリとか要は335タイプのベースとかそれいろんなねバリエーションがあって、作り自体は本当にチープなんだけどで値段も安いんだけど大量生産に踏み切ってモデル展開が結構面白いことになってきたそうっていう感じはしますよね、まあその辺からですよね、エピフォンイコール安いブランドっていうのが付き始めたのは良くも悪くもな部分はあったかもしれないですけど、そうそう、でもモデル展開は結構ユニーク、うん、なんかその復刻してくれないやつを復刻してくれてるとか、うん、そう、その代わりでもなんか安くか、うん、ポップだった色とか、ああそうだね、なんかすごい可愛い色のやつあったもん、うん、サミックで作った時とかですかね、どこなんだろうね、うん、サミックじゃないかな、サミック製の時期ありますよね、あ確かあるよね、あれも多分厳密にはねいろいろ変わってるんでしょうけど、ただコリアンのやつはインドネシアに比べてちょっと硬くないですか音、うんうんうん、なんかカチッとしますよね、カチッとしてる、うん、なんだろうね、なんかわかんないですけど、うん、そういうイメージとかあるんで、あの比べると実は違ったり、うん、でまあそれも後半になってくると、うん、戦略的にギブソンのコピーばっかりになっちゃうんですよね、そう、まあそうだよ、うん、オリジナルモデルがなくなってきて、うん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 、ギブソンが作ってるやつをエピフォンのヘッドにしただけのモデルをたくさん作るようになって、うん、それがメインになって、うん、ギブソンの回っていうイメージがついちゃったっていうのは良くも悪くもな部分であるんだろうなって思いますね、まあね、うん、せっかくオリジナル昔は結構あったのにとか思いながら、ね、うん、もったいないよね、そうそう、もったいないなと思います、うん、昔はねやっぱちょっと異色なモデルばっかりだった、そうだから60年代は結構こうそのギブソンとちょっと違うんすよっていう感じが出てたんですけど、ね、うん、なんかあったよね、今はちょっとねギブソンの下感がすごく出ちゃってて、ね、支配下に置かれちゃってる、そうそう、やっぱモデルも名前も値段も全部ね、なんか悔しい感じがします、うん、まあやっぱ経営的にね、そのまあそういうスタイルになってますよね、そう、うん、まあ、だからこそ知らない人にはぜひこう過去のねすごい時期気づいてほしいっていうのはありますけど、うん、ね、あるよね。ちなみにツッシーは、僕は田中さんが言わなかったら60年代って言いたかったんですよ言っちゃった、いややっぱね60年代のギブソンが僕は好きなんで、うんうん、あの時期のカラマーズ大好きなんですよ、うん、だからやっぱその時のエピフォンの功績もすごく評価したいっていうすごい大きい存在だなと思います。ただ個人的にすげえいいよなと思うのはその後の初期のジャパンの、なるほどね、初期松木のブルーラベルの時期、うん、日本製でも編成がありますけども、うん、まあこれ世間でもちらほら言われてたりしますけど、やっぱ最も USA に近いってたまにこう言われるんですけど、あながちそうなんじゃないかって思うような答えがちらほら、なんか生々しいんですよ、まあね、あのちょっと違う、なんか後期の寺田製とかのああいうカチッとした感じ硬さがあんまなくて、ちょっと生々しい、うん、それしかしてでもねなんかこう触んないと分かんないと思うんですけど、そうそうそう、なんかこう作りがね生々しいんですよ、うん、分かる、見た目も音もちょっとあったかいんですよ、うん、特に箱物とかは確かにね、箱はそんな感じ出るね、うん、なんかその頃のカジノとかが好きだったから、はい、60年代ってマホガニーネックじゃん、はい、で松木になってからメイプルネックになるから、あ、はいはい、確かにそれは60年代との比較をすると硬くなってるんですね、めっちゃ硬くなる、それはもちろんそうなんです、うん、やっぱりそれ60年代のあの工場は柔らかいんじゃないそう、あの柔らかさは不思議なんだけど、うん、確かに柔らかいんです、柔らかいです、柔らかい、それはこれ伝わるかちょっと怪しいんだけど違う、そのやっぱ不次元とかと比べるとっていう、そうそうそう、そうね、
日本製の磁器、日本製って基本硬いんですよやっぱり、はいはいはい、そういうことね、うん、でその松木なんでアリアのフェンダーコピーもんがちょっと柔らかく感じるのと同じ感触、うん、そうアリアのその感じはあるんですよ。あれ何なんだろうね、松木のその仕入れてる木材の感じなのかな、うん、のでも本当ブルーラベルそう前期ほど感じることが多くて、うん、特に箱物はそれこそ60年代と比べるんじゃなくて国産ヴィンテージとしてあれ触ると本当にって思う時があって、あそれはある、ね、メイプルの音っぽくもなかったりするし、うんうんうん、あれはなんか意外性があるというか、う、ね、日本製ギターって松本君だったら、まあ、70年代ですよね大きく言うと、うん、70年代の他の国産ジャパンヴィンテージに比べてなんか日本っぽくない、いい意味でちょっと USA の味がするじゃないですけど、うん、ラフだよね。そう不次元さんの方が丁寧だったのかね。あ不次元、まあ寺田とかはやっぱいかにもって感じしますよね、うん、そのオービルとかでも感じますけど、ね、カチッとしてるというか、うん、硬さがある。それはもう日本含めて以降のエピフォンに通ずるものがあると思うんですよ。そうだ、ねうん、でも松木のある時期までは USA の何かを引きずってた感じがして、なんかあの型もらってない感じするよねUSA から、うん、下手したら技術者はね来てて、うん、来てるかもしれないけど、まあ、それは逆に USA イズムを受け継いでたのかもしれないですけど、うん、エピフォンの中でもすごく特殊な面白い時期だなと思ってます、うん、不思議だよ、不思議あれ全部ロゴ変えりゃよかったのにと思ってますだって、まあ、別物じゃないですか、うん、USA のエピフォンだと、ね、もう社名変えればよかったのに、それはしょうがないでも今のねエピフォンのイメージでやっぱそう見られちゃうわけじゃないですか、うん、松木製のエピフォンが今相場10万とか平気で超えてくるようになって、うん、やっぱ学生さんとか何も知らないで見たらエピフォンでってびっくりしたと思うんですよね、うん、当時の60年代のテキさんがもう40万50万するわけですよ。でもそれはエピフォンって本来そうで、うん、しっかりしたブランドですよ。そうなんですよ、強いよエピフォンは。安いブランドじゃない、ね、逆に考えてほしい。エピフォンのロゴが安く手に入ったんですここ10年20年で。そうだ、ね、そういう話、ありがたがった方がいい。そうですね、エピフォンのロゴはもうあこの値段でみたいな、そっちで考えればいいんじゃないかな。でもさエピフォンの安いやつはそれはそれでさシグネーチャーが出てるじゃん、うん、エピフォンでそのギブソンでも出してる人がエピフォンで出てたり、なんだってエピフォンでしか出てないその、はい、あるあるロックな人たちいるじゃん。あトリビアムのマッシュモデルとか、そういうなんか、ね、子供たちにはありがたいんじゃないかと思うことはある、うん、なるほどね、その役割はあると思う、ね、ちょっとやっぱそこはスクワイヤーしてるんすかね。スクワイヤーしてる、スクワイヤーしてるって、ね、まあやってるでしょうね。やってますよね、うん、多分お互い見習いながらやってそうですよね。そう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 、エピフォンとフェンダーからするスクワイヤーとギブソンからするエピフォンっていうのは、うん、お互い意識してますよね。ちょっと役割みたいな、安いんだから子供の目線になってくれてる感はちょっとエピフォンには感じてるところはある、うん、そうですね、うん、だから本当はいいブランドだからあんま安いことしないでよっておじさん目線になりすぎても良くないかもしれないですね、うん、なんか憧れを埋めるじゃん。確かに確かに、うわシグネーチャーが簡単に手に入るっつって、はい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 、エピフォンの役目として今はそうなのかもしれない、うん、そうですね、まあ、今のエピフォンの役目は大きいと思います、うん、あれなくなったらもうがっぽり開いちゃうんで、そうそう、そのギブソン系のやつっていうのは、ね、うん、やっぱ中古楽器がやっててもエピフォンというブランドのおかげで埋められてる穴って大きいじゃないですか。あるあるある、今のね、うん、エピフォンで重要ですよね、うん、そう考えるともちろん否定する気はないんです。ただエピフォンってブランドはダメなブランドみたいな、そういう偏ったイメージは持たれたくないなっていうので、ちょっとこう発信を心がけようかなと思ってるんですけど、うん、いいエピフォンですよもちろん、うん、あるそういうのは。近年でもあのすげえいいやつあるじゃないですか。あるあるめっちゃあるよね、うん、ジョン・レノンカジノとかね、そうそう、なんかあれちゃんといいですねちゃんといいですね、すごいすごい高いやつだもん。そうだから当時を知ってる人はそういうモデルとかもね触れてみてもいいだろうし、うん、エピフォンはねブランド名変わってないくせに歴史がえぐいんで、うん、エピフォンっていうタイトルで語るの難しいんですよね。エピフォンの懐が深いんですよいろんな需要をね賄ってくれるはず。確かに確かに、そうそう、全年齢対象ですから、ね、そう全プレイヤー対象、全プレイヤー対象、満足させてくれる。エピフォンで初心者からもう一生もまでいけますからね。いけるエピフォンだけでなかなかないよね、そういうブランド。エピフォンはすごいよ、うん、もうだって初心者ギター始めるって言ってアコースティックギターダブとかも安いのあるし、斎、うん、藤和義モデルのエピフォンも出てますよ、うん、憧れて買える。そうね、エレキギターもねもうレスポールの形したやつがもういっぱいあるしね、2万3万で手に入るんで、うん、そっから始めて、何ちょっと古いのでいいのあんのって寺田製のとか7万8万まあ即10万とかでこういいの買って、あちょっといいなって、あちょっとヴィンテージも欲しくなったなって言って USA 製、ね、もうカジノ買っちゃって買えるよ、ね、何十万ってもうカジノ頑張って買って、うん、ああちょっともうエレキっていう年でもなくな
ってきたなと思ったらもうその後ゼニス行けばいいんですから行っちゃったじゃんゼニス行けばゼニス行っちゃった。もう40年代はねそこまで行っちゃう本物の本物。まあギブソンから語られがちですけどね、うん、いやギブソン以上に歴史があるので、うん、エピフォンを吸収してからギブソンが得た技術って本当に多くてエピフォン様々なんですよギブソンからしたら、うん、だからギブソン勝てたよね。そうだね勝ちなんだけど勝っちゃいましたね、うん、なんだけど得た技術はエピフォン発祥のものは多分にあると思う、うん、めちゃめちゃあるすごい多いよね、うん、でも3、40年代のアーチトップすごいですよね、うん、あれはすごい職人技だよねあれはね。そうそうそう、うん、だからまあそういうね小さい規模で作ったようなブランドが、うん、今やもう世界中に工場編成辿ってきてっていう大きいブランドになったと考えればプラスなんでしょうけど歴史がね歴史がその分詰まってるやっぱねエピフォンやっぱ探れば探るほどね面白いですよね、うんみんなが楽しめる。みんな楽しめる、うん。だからエピフォン嫌いって人が、俺ギタリストで現れるのっておかしいと思ってて、絶対どの時期かは好きになれると思う。絶対通ってると思うんだよね。通るし、うん、なんかどれかはハマる層がいると思うんですよね。だって USA のアメリカンギターが好きって人は当時の行けばいいし、うん、ジャパビン好きは松本行けばいいし、いい国産好きは寺田行けばいいし、うん、もう誰の需要も俺はエピフォンは埋められると思う。器があるよね。そうそうエピフォンって。やっぱ懐が深い。エピフォンは懐が深いということでね。そうですね、それは今日の結論ですよ、うん、懐が深い、うん、懐が深いですね、うん、まあ皆様本当ね候補にいつでも挙げられると思います、うんうん、特に最近ねギブソン、まあ、ギブソンの話はまたいずれしなきゃいけないとは思うんですけど、うん、変なギブソン買うよりエピフォン買った方がいいかもう起こりうる、まあ、起こりうるんですよね、うん、まあ事実エピフォンの90年代の日本製のレスポールとか、うん、ギブソンの安いやつより高いじゃないですか。まあまあ安いやつより高いフェイデットとかです。そうね、まあ作りはしっかりしてるし、うん、実際やっぱプレイヤーの人によってはそっちの方が合うってパターン全然あると思うので、うん、これは皆さんエピフォンは本当ね過去のモデルたくさんね、まあ希少なモデルもありますけども、うん、いろんな時期の個体が出回ってるのでちょっと候補に入れてみていただきたいですね。バカにしちゃいけないよね。バカにしちゃいけない。絶対バカにしちゃいけない。これはマジでね、エピフォンっていいギターなんだよって言いたいというよりかはなんかいいブランドなんだよって言いたいんですよ、うん、俺は個体としてっていうよりはその大枠で見てね。そうなんかエピフォンってブランドいいんだよって言いたい、うんうん、それはいい。歴史がすごく深いのでじゃあリスナーさんたちは結構知ってくださる方もいるかもしれないですけど、まあまあうんじゃああんまりエピフォンの良さを今まで知らなかったという方はぜひですねあのエピフォンの見方としては あの人エピフォン持ってる安いやつだではなくて あの人エピフォン持ってるもしかしたらいいやつかもって睨むようにするとこう面白くなってくると思います、ね、研究しがいがある、うん、実際ライブハウス行ってエピフォン持ってる人遠目で見ちゃうと気になりません？そうどういつ何のいつのがある何のエピフォンですかレスポールとかだと、うん、まずヘッドの形見ちゃうじゃないですか、うん、あれあの日本製だとギブソンヘッドの、ね、時期もあるので、うん、見ちゃうね見ちゃうほんと見ちゃうね、うん、わかる。そういう風に見るとちょっとね面白いと思います、うん、エピフォンもそのぐらいパッと見ちゃわからないところに、うん、いろんなね力を秘めてる時期の答えがいっぱいいるのでいっぱいそうだね。まああの各年代の特徴などは前回の小川さんとの話とかそちらの動画をチェックしていただいたり何かわからなければスタッフまでご相談ください。知れば知るほどエピフォンって魅力あるんでそうそうそう、まあ、今後にも注目したいですね。そうだね。どう展開していくのかみたいな、うん、という感じで、はい、今回エピフォンいい時期っていつだと思いますみたいなところから入りましたけど、うんまあ、ただエピフォンの好きなとこ語るだけの話でした。そういうもんです。そういうもんですというわけで少しでも魅力が伝わっていれば幸いでございます、はい、というわけで今回のトークテーマはエピフォンでございました、はい、何シリーズだか分かんないけどこれ、うん、まだシリーズ化してないですけど、ねはいまた今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。パワー。PC 楽器では宅配買取も受け付けております。無料梱包セットもご用意しております。